ここ、あ、1階だ。おはようございます。おはようございます。谷口清子と申します。西富と言います。よろしくお願いします。こちらは何と何がある何のお店って言ったらいいでしょうか。はい、ガラスと植物があるお店です。まんまのご紹介どうもありがとうございますこれは全部西富様の作品。あ、はい、ステンドグラスの技法で制作した作品になります。うん、じゃあその技法を使ったこれが。そうです。こちらが実在する蝶をモチーフにして、ステンドグラスの技法で作った蝶々を標本という形で、うん、なんかこれ作ってんねんけどより本物っぽいというか。 ありがとうございます。蝶々のその綺麗なところが、はい、こうやって人工的に作って出てるなっていう感じがするのと、はい、あとはこの上と下にある、はい、なんでしょうかこれは一体全体。はい、そうですね、こちらガラスと着生植物というシリーズでお作りしているもので。ガラスと着生植物、もともと空中でこのように生活をする植物なんですけれども、はい、でその姿がすごくワイルドでかっこいいので。かっこいい、はい、どういうところがかっこいいなと。まずあの根っこがワイルドでこういうふうに木の皮のところに入っていくんですね、成長して。そういうその生命力を感じるようなところ。あ、なんかこうグッ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 、はい、でも土の養分はいらないってこと。そうですね、空中から水分ですとかを吸収して自分でこう栄養を生成して生活しているような。なんてエコロジー、はい、でその姿がすごくワイルドでかっこいいので、それぞれ あの造形に合わせてフレームを考えて、うんうん、あ、そういうことか。大学は芸大。はい、大学ではあのプロダクトデザインを学んでまして。プロダクトデザイン、工業デザインです、ね。はい、そうですね。卒業後はどんな風に。あ、そうですね、卒業後は母校が、アンテナショップを立ち上げるというので、うん、ここにカラスマの中にあったやつですね。はい、そうです、そうです。そちらではあの作り手側ではなくて作り手をあのサポートしたりですとか、うん、展覧会の、まあ、企画運営とあのショップ運営ということで、どっちかというとこう縁の下の力持ちみたいな仕事。その時はご自身が作品作りをするっていうことではなくて。はい、そうなんです。でも考えてみたら、はい、あそこなくなったかなと思うんですけど。はい、はい、最初からまあ期間がある程度決まってたようで、うんうん、まあ、一旦終了ということになりまして、で私もまあそれで、そこの仕事は終わりということになったんですね。ついに、はい、放り出されたわけです。そうなんですよその時ね、ちょうど30歳の時で、ね、じゃあ本当にまあいろんなことを考える、ね。はい、いろんなことを考えました。うん、でもやっぱりその時に初めて自分でもちょっと作ってみたいなっていう気持ちが湧き起こってきまして、うん、そうか、それがいきなり仕事に直結するとはちょっと思えなかったので、はい、他の仕事をしながら、まあ、趣味というとあれなんですけれども、うん、まあ、長くできるような何か制作活動ないかなと思って探したんですね。うん、それであのステンドグラス、まあ、ガラスの質感が好きっていうのもあるんですけれども、うん、なんかこう平面にもなりますし立体にもできるっていうので、うん、なんかすごく自分にしっくりとくるものがありまして、うん、ステンドグラスでなんかいろいろ作れそうだなっていうのが
手応えを感じて、じゃあ30歳過ぎてから、はい、ステンドグラスデビュー、はい、そうなんです。ちょっとぼんやりした感じで、はい、スタートしまして、自分で言うとぼんやりと始めたんですけど、どうでした？ほんで初めてから、初めてやっぱりちょっと楽しくなってきますよね、こう、うん、で作ったものができたらちょっと見てもらいたいな、欲しい言ってもらったらちょっと買ってほしいなとかっていうちょっと欲が出てきたぞ、出てきまして、うん、でその時にちょうどその、友人夫婦がギャラリーショップを運営してたんですけれども、はい、そこでちょっと個展してみたらっていう風に声をかけてもらいまして、それが実はここの場所なんです。ここのスペースで以前友人夫婦が、うん、あのギャラリーショップをしてまして、うん、はい、初個展にはどういう作品を並べたんですか？はい、それがですね、あの先ほど見ていただいたの、うん、ガラスと蝶の標本が中心で、初個展はどうでしたか？おかげさまで、うん、たくさん見ていただきました。初個展をしたことによって、そこに見に来てくださった方が、あ、じゃあ次あそこでやったらとか、うちでやってみたいな お話をその後くださって、うん、はい、やっぱりあの最初初個展したことがすごく大きなきっかけになったなっていう、このステンドグラスでなんとか頑張ろうかなと、はい、私の仕事にするぞと、はい、思いました。あ、今ちょっとキリッとしました。そこからは順調かなと思うんですが、はい、やはりそのコロナっていうのがあるじゃないですか、2019年、はい、2020年、はい、その時はどんな風な、まあ、個展とかなかったですよ ね、展示会っていうのはなかったと思うんですけど、はい、あの予定していた展示会もちょっとあの中止になったりですとか、うんうん、であの作品を置いてもらってたお店もちょっと休業状態になったりですとか、はい、ちょっといろんなものがあの止まってしまったなという時期だったので、うん、はい、結構悶々としてまして、もうやることがなかったので止まってしまうと、うん、はい、なのでオンラインショップの方に、移って、そこに上げるためのとにかく何か作業をしたいなっていうのがです。だから私もね、その時はね、はい、よう心と体ってあったなっていうか、まあ、体は心の入れ物かなって思ってるんですけど、はい、やっぱりどっちも沈まんようにするためにはどっちか先動かさなあかんっていうか、心がドーンと落ちてる時は体だけでも動かそうって、はいはい、ね、そうですね、そうですよね、はい、そろそろ、はい、そうするとちょっとまあやろうかって気持ちに、そうですね、確か本当にそうだと思います。なんかそうこうしてるうちに、うんうん、あのこの初個展をさせてもらった場所、ここが、はい、ここを運営してるその友人夫婦から、うん、そういえばワークショップとかやりたいって前言ってたよねって言って、うんうん、でちょうどもうそのここのお店を物件を出るから、うん、ここちょっと借りて次なんかやってみたらっていう風に声をかけてもらったんですね、はい、うんうん、よく考えたらめちゃくちゃ無謀やと思うんですけど、ですよね、まただなかったもんね。でも、はい、そうか、じゃあやってみるって、はい、もうどうせあともう死ぬだけやしなと。めっちゃ近い人に反対されるとかはなかったですか？身内の方が反対するとか。それがちょっと反対してほしかったんですけど、押し出されるような感じでやりますどうみたいな、キャーみたいな、はい、やっぱり動いてると面白がって来てくださる方もちょっとずつその、あのリピーターの方も増えてきたりして、なんか買ってくださったあのものをまたこういう風に飾ってるよって写真見せてくださったりとか、うん、なんかちょっとずつそういうなんか穏やかなつながりが、うん、あのできてきたかなという手応えを感じ始めています。うん、まあ、でも本当にコロナなかったらそういうつながりってなかったかも、はい、そうですね、知れないですよね。すごいこう不思議な、はい、家じゃなくて館みたいな。そうですね。だからどっちもがあるじゃないですか、うん、全然違うようで、はい、今は一緒にされてるその着生植物とそのステンドグラスで、はい、まあ、これは唯一無二ってことですよね。そうですね、植物自体がその有機的なこう、うん、存在だと思うんですけど、それと対照的なこの無機質なガラス、ね、でその対比によってすごくそれぞれが魅力的に見えるかなっていうのが。そうか、じゃあもう最初に
ご自身でぼんやりとか言うてはりますけど、どんどんしっかりした感じになってきてますよね。まだまだこれからです。やっぱワークショップっていうキーワードがあったじゃないですか、はいはい、それもやられるようになったんですか。そうですね、ちょっと本当にこの来月始めようと思ってまして。あ、ここからね。そうなんです、はい、あのご自身のキャラクターでやらはったらきっとあの舞い込むと思います、いろんなものが。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。今回はだんだんどんどんです。だんだんでどんどん本気になってるところが、これもまさにあの植物が根っこ張ってるみたいな感じでしょ。すごい自然体やなと思いました。ステンドグラスの照明器具もあります。着想してこういうふうに模型作ってこうやってこうなります。はい。